それを撃ち落とさせて。この辺全然違うやん。皆さん、たぬきさん。ただいま2020年3月22日、日曜日の午後4時14分なんだもん。さて、本日は特にニュースがないから、代わりにアイラ島生活のお役立ち情報をお届けするたらもん。おお、そういうの話してくれるんや。今日はマイル交換サービスのおすすめ交換品をご紹介するたらもん。本日のおすすめは、ヘアアレンジシューとヘアカラーシューです。え、そんなある？ポップヘアアレンジベスト8などでは、ヘアスタイルやヘアカラーのアイデアを提供しているたらもん。姿見やドレッサーなどの家具があれば、いつでも手軽にイメチェンできるから。ファッションのトレンドに敏感なおしゃれさんは、ぜひこういったアイテムを交換でゲットしてちょうだいね。それでは。へぇー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、手紙が。お、ジョニーからお礼。ハローアイナさん。はい、ジョニーです。このメッセージが一体いつそちらに届くかわからないけど、助けていただいたお礼に旅のお土産をもらってください。旅の水兵ジョニーより。なんやろお土産。そしてハッピーホームアカデミー。あ、そっか、勝手に入会させられたやつ。アイナさん7645ポイント、ランク B おめでとうございます。え、なんか結構良くない？家具がたくさん増えてきてお部屋らしくなってきましたね。ますますの発展をお祈りしてお祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。一体いつどこで覗きようんやろうね、人の部屋を。恐ろしいわ。はい、それじゃあプレゼントを。これがジョニーからのストーンヘンジ。ストーンヘンジってどこやった？ちょっといまいちよくわからない。プラズマボール。プラズマボール、何プラズマボールって。なんかよくわからないもの2つもらったけど、とりあえず収納しておこっか。とりあえず、ま、この二つ収納しておいて、で、逆にその収納の方から、あ、これ違うわ。え、収納の方から、今日は、あ、こういう感じのか。遺跡や、ストーンヘンジ。え、これさ、なんか前まで、飛び森ではさ、あの、公共授業であったことない？なるほど。なんか吸い込まれそう。公共事業がない代わりに、あれを外に置くってことかな。さあ、これであと、鉄鉱石を集めよう。あとは鉄鉱石を集めて、あ、なんか、たぬきマイレージ。何が、どう、ん？どこ？何？あ、これか。島で過ごすかけがえのない時。島での生活、あ、そっか。活動日数。オッケー。マイルゲット。肩書きマイペースなのんびり屋。たぬきマイル300マイルゲット。やったね。さあ、そして鉄鉱石をあと9個集めんといかんかったはず。やけん、それをちょっと集めよう。ん？あ、こっち側にも、一応できるんやね。え、待って。なんか、ムカデが出てきたよ、ムカデが。もしや今、網持ってねえ。マジかー。まあ、またそのうち出てくると信じて。結構長い間おるんやね。あ！壊れた！しょぼい斧が。そしてムカデに切り取られてさ、網が、なくって、途中でやめてしまったけあんま出てこんかった。ちょ、待って。はい、しょぼい斧を作ります。はい、完成。しょぼい斧ができた。ってことで、これで、よし。あとさっき、1個鉄鉱石が出たと思うけん、あと8個かな？多分、あ、こんなとこに。見えてなかった。待って、またムカデ出てきたやん。思ったよりもいっぱい出てくるっぽいね。なんかそんな感じっぽいね。じゃあ、やっぱりそんなに焦る必要はないってことかな。確かローンが9万ちょっと、まあ、10万近くやった気がするけん。まあ、でも、
結構あっという間に貯まるんじゃないかな。もう3万やし。待って、必ずっていうぐらい出てくるやん。めっちゃ出てくるやん。はい、これで、あと 6? 出てくるかな。なんか鉄鉱石ね、結構出てくる確率が低いらしいけんさ。どうなんだろうか。あ、ここにもいいわ。あと6も出てきそうな気がしないよ。出てきそうな気が全くしないよ。岩の位置とか別に変わらんよね。あと5。岩の位置が変わらんねやとしたら、確か飛び越えた向こう側にも石が。でも1個しかなかったよね。しょぼいな。しょぼいな。でもまあそれを、どこや。違う。はい、飛び越し。まあ一応、岩が増えてないかどうか。増えてないかどうかちゃんと見て、出ないっすね。やっぱあの上にだけチューリップがあるのめっちゃ、ずるいと思うんだ。ほら、テントウムシとかおるやん。捕まえれんやん、あんなとこやったら。さあ、鉄鉱石を出ておいで。あ、全然出てこなそう。あと4。絶対出んやん。あと3。くっ。あと3個だというのに。ってことは、やっぱり今回も、島に旅立っていかなければ、いけないわけですかね。あ、間違えた。間違えた。だって他になかったよね。おー、斜めも飛べる。良きかな。めっちゃいいやん。横しかダメかと思いよった。斜めも全然ありやね。ほら、ここはないやろ、岩。いいよ。こっち側も、石は、ない。くっ。ってことで、ちょっと私は、旅立ってきます。あ、旅立ってきますはいいんやけど、マイル交換せんといけんや。あ、ちょっと待って。それを撃ち落とさせて。この辺、全然違うやん。こっちか。イエーイ。さあ、中身は?前回はね、今着とるこの服やったけど。アイロン。なるほど。ちょっと家庭的な感じに。あ、でもちょっと待って、飛び立つんやとしたら、あの、荷物を置いていかなければ。ということで、さて、島に出発するにあたって、私はちょっとまた、マイルの交換をしていきたいと、思います。ん?てかさ、あの豚の女の子がやってくるところはどこなん?建設予定地みたいなのなかったけど。どうもー。で、これで交換か。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。あ、そっか。50マイル。やったね。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、タヌキマイル交換。さあ、これでマイル旅行券をちょっとゲットして、マイル旅行券は2000マイルになります。交換いたしますか?交換します。マイル旅行券をプリントしています。あ、すごい、本当になんかファミポートみたい。マイル旅行券の発券が完了しました。ご旅行の際は、こちらをお持ちの上、アイナ飛行場よりご出発くださいませ。他にも交換いたしますか?やめとくよ。あと1600マイルやしね。お、なんか、錆びたパーツ。いや、それは、あ、でも、売れるかな。ここに入っとるぐらいやけん、売れんかな。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか?買い取って。買い取りでございますね。じゃあ、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ってことで、この錆びたパーツ、どうすか?有料とかになる?
錆びたパーツですね。それなら10ベレで買い取らせていただきます。あ、一応ちゃんとお金にはなるんや。じゃあ売ります。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。これはジョニーの時の残骸かな。まだまだいっぱい埋まってそうやったもんね。商品を見せて。ではこちらをご覧くださいませ。なんか段ボール、種類があるんやね。ポリタンクと段ボール。こっちは、あ、でも、そっか、DIY のレシピが、待って、じゃあ、段ボールなぁ。段ボールなぁ、ポリタンク。いや、特にいらんかな。まあ、無理やり買う必要はないよね。いいです。おや、よろしかったですか？また何かございましたら、お気軽にお声掛けくださいませ。そういえば、くるぶしがおらんかったけど、家の中におるんかな？ちょっと入ってみる？くるぶし、くるぶし。あ、そういえば。たぬきマイレージ。あ、これか。上のやつ。マイルを使ってマイルをゲットキャンペーン。たぬきマイル200マイルゲット。やった、また2000マイルになった。そして、増えたね。モンキチョウ捕獲キャンペーン。モンキチョウに限定されるんや。これはやっぱりまた今回も、煙突から煙が出とったら中におるってことかな。お邪魔します。すごいなんか和風な感じ。お、なんか中身すごいさっぱりしとるね。思った以上にさっぱりしとってびっくりしたよ、私は。よ、よく来たな。オイラとヘアトレしたいなら、バッチコイダーでしたい。世間話でも。聞いてくれやいな。オイラとうとう自分の家が建ったんだ、でしたい。スペースも広くなったし、これで筋トレしてもテントが破れる心配しなくて済むぞ。そんな勢いで筋トレしよったん。あ、てか、ハンナちゃんもおらんかったね。家の中かな。どうしたんだ、でしたい。おしゃべりしよう。そういや、聞いたぞ。お前は店を建てるための手伝いを始めたらしいな。オイラもエナトワに店ができるのは大賛成だ、でしたい。応援の気持ちとして、ぜひこれをもらってくれ、でしたい。鉄鉱石ですか？お、鉄鉱石やん。その鉄鉱石はオイラが筋トレ用に取っておいた大事なやつだけど、アイナ島を盛り上げるためなら喜んで差し出すぞ。お前の手伝いに役に立つかはわからないけど、好きに使ってくれよな、でしたい。何個これ？ 1 個？あ、30になった！やったやん。え、ってかむしろこれプラスやん。あ、ってことは何？何個？ 5 個くれたってことか。ありがとう。鉄鉱石結構貴重やと思うよ。嬉しい。ってことでちょっと今度ハンナちゃんの家行きたい。ハンナちゃーん。おるかな家。あ、一応煙出てるけんおりそうやね。そしてハンナちゃんっぽい感じ。ほら、扉開くときの音も違う。どうも、ハンナちゃん。いらっしゃい。くつろいでっておくれたってね。話しに来たよ。そうそう、あんたには言っとかないと。うちついにテント生活を卒業したんだ。わかるよ、入ってきたし。テントも悪くなかったけど、やっぱ家の方が物もたくさん置けるし、住んでるなーって実感があるね、だってね。まだまだみんな、テントの時と同じ家具ってことかな。何か話があるのかい？だってね。なんか、なんやろ。この住人たちの家の中の家具も増えていくんかな。話を聞きに来たよ。話を聞きに来た。ハッピーホームアカデミーの結果はもう見たのかい？うちは、まあそれなりにって感じかな。でも結構左側すっかすかやもんね。人から見た自分の部屋の出来栄え点数で教えてもらうってのもある意味面白いもんだね、だってね。まあね、でも B ランクまで行っとるとは思わんかったな。あれで B ランクまで行っとんなら A ランクもあっという間な気がする。ね。まああれか、物の数とか、空いてるスペースとかによるんやろうけん。まあそういうことかね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てかあれやね。マイル旅行券に交換する前にくるぶしに話しかければよかったね。そしたら、
他の家具とかと交換した方が良かったかもしれん。まあ、島にも行きたいけど、